その形態は XX では、植木の江信幸の小説、しおり愛子シリーズの第一作。これを原作とした日本映画が2007年に公開されている。第一回、このミステリーがすごい。大賞で最終選考に残る。受賞には至らなかったものの、インターネット読者投票2位を獲得したことや、内容が評価され、隠し玉として、 宝島社から2003年に刊行された。発行部数は約10万部。2007年には全国東映系で劇場映画化もされている。また、本作を原作とした漫画版が出版され、携帯コミックサイトワンダーコミックから配信されている。第2章赤い携帯はトイレの個室での日受け愛ことサイオンジレイカが公衆便所で格闘する場面は、 ジョジョの奇妙な冒険の第四部ダイヤモンドは砕けないを意識して執筆された。おしか里村のモデルはハリマシングーである。女子大生の水野しおりは友人の日受け愛子と共に山奥のおしか里村を訪れる。だが、そこは昔の風習が残る怪しげな村であった。しおりは押し入れの中から見つけた携帯にかかってきた電話から村の秘密を知る。 だが、愛子との連絡が取れない。しおりは、携帯の恋に導かれ、脱出を試みる。エクスクロスマ教伝説のタイトルで、2007年12月1日に、公開された。DVD 発売記念試写会として、ニコニコ動画サイト内の生ライブで、先着1000人限定で上映された。その際、出演者の鈴木亜美をゲストにトークショーも行われ、 直筆サイン入り DVD が抽選で3人にプレゼントされるクイズキャンペーンを行われた。XX のタイトルで映画化記念に2007年11月発売。キャラクター原案、田島翔和、作画、制作協力、プロダクション i g 設定などが異なるアナザーストーリーとして描かれている。エク,スクロス魔教伝説に関するカテゴリー。ありがとうございます。